描いてみせましょう。気負ったか、チョコ材な討伐軍民、迎え撃て妖魔の恐ろしさ見せるのだ。敵は多勢されて、所詮は右往の衆、俺に先が乗ってくれるか。答えが必要、こなしてみせるわ、あなたの先が。ああ、まず拠点を奪い敵の目を引く。その隙に敵本陣を突く。忍びの機動力だな。おお、すごいぞ。うい、金ごと噛み砕いてしまえ。これぐらいにしといてやる。今度は私たちが義経の信頼に応えるか。行くに本陣まで行くに。あれはあずでおすべし。奇襲成功まで敵を引きつけるぞ。この拠点が奪われれば策は水の泡だ。敵は三を乱している。今だ、カッコ撃破して打ち崩せ。計略大当たり。うん、やー、ゾクゾクする。お姫さん、やってくれますね。当たり前だってしまう。心地いい人の子に混乱を与えて。にゃ、敵に妖魔の高等さんじゃなくて同郷の高等さんが女性。これは一大事。慌てたふりなんてしちゃって、もう奥の手は用意してるんでしょ。障害は排除できたわ。さ、進みましょう。助けに来てくださったのですか。さすがのご活躍です。不平にかかったな、撃滅。蛇を打ち払うべく水産助太刀しよう。しまった。
ブサ殿に続け、ローマを全て平らげるのだ。シャッフル、シャッフル、よく持ちこたえた。強くなりし者よ。私なんてユウ様に比べれば。風よ、互いに褒め合うのは後にし。邪悪なる者を打ち破らねば。ユウ様、二人の力で勝利をつかみましょう。我が大軍がこうもあっさりと。楽しませてもらったわ。でもあんたの負けね。この勝利は筋書き通りです。上々の成果で